マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはこんなことないですか？朝はもうとにかく忙しくて、もう簡単なものでこうパパッと済ませちゃう。そうするとすぐ間食が必要になったり、お昼ご飯夜ご飯をついついその分食べ過ぎちゃいますっていうね、お悩みをよくいただきます。よくわかります。私も以前は朝ごはんはもうコーンフレークだけでね、こうパパッと済ませちゃったりしていたんですよね。そうするとどんどんね太っていくわけです。そこで今回は体脂肪を確実に減らして痩せる朝食についてお伝えします。あなたがなかなか痩せないって、もう朝からねどんどん体脂肪を燃やせたらいいのになってお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら。1、朝ごはん痩せるポイントについて。2、痩せる朝食メニューをお伝えしていきます。まず朝ごはん痩せるポイント2つあります。1つ目、食欲と血糖値を抑える。2つ目、腸内環境を整える。ここがですね、痩せる朝食のポイントになるんですね。まず1つずつ見ていきましょう。1つ目のこの食欲と血糖値を抑えることができれば痩せることができるんですね。しっかり朝ごはん食べることで食欲を抑えることができます。なのでお昼、間食、夜ご飯と食べ過ぎずに済みますよということ。そして太るもと、血糖値の急上昇を抑えてくれる食材を選ぶと、1日トータルで太るもとですね、急上昇している間にどんどん体脂肪ってもう溜め込んでいくんですよね。そこをしっかりと朝から抑えてしまえば1日ハッピーで過ごせますよということになります。そこで具体的に何を食べればよいのということで、この食欲を抑えたり血糖値を抑えてくれる食べ物がねあるんですね。それは何かというと、まずお肉、お魚、大豆製品、卵とか、こういった良質のタンパク質をしっかり食べる、プラス食欲を抑えてくれる効果と血糖値の急上昇を抑える効果のあるお野菜たち、まあ、食物繊維ですね、キノコとか海藻類とかお野菜、そういったのを朝からしっかり召し上がりますと、その日一日の血糖値が急上昇しにくくなる、結果脂肪が溜め込みにくくなる、また暴走する食欲を一日トータルで抑えてくれる効果があるんです。ではポイント2つ目です。腸内環境を整える食材を使うから。でここはねもちろんたくさんあるんですよ。でも私が一押しなのは発酵した食品、発酵食品です。例えばお味噌汁、あと納豆、ぬか漬け、まあ、キムチ、ヨーグルトなどなど、こういったものをしっかり朝から召し上がりますといいですよ。しっかりその日の一日と腸のね動きが良くなって、また痩せ菌と呼ばれる善玉菌も増えますから、一石二鳥なわけです。ではここからは2つのポイント、痩せる朝食メニューということで、私がですね毎日美味しく食べている痩せる朝食、朝から体脂肪が燃やせるメニューをお伝えしていきます。でこれもね冒頭でお伝えしましたが、もう忙しいじゃないですか。あさってもうほんと駆け込んでね、なかなかご家族の送迎とか、自分は食べる時間がないんですって、気がついたらもうね10時過ぎてたとかね、いろいろあると思うんですよね。ですから、まあ、食べる時間帯ももちろん大事なんですけれども、それよりも1日がスタートするその一番最初に食べるご飯を朝食として良いです。その朝食はこちら、卵かけ納豆海苔ご飯になります。これはですね、まずお米は玄米もしくは雑穀米ですねを使ってください。 100% の白米は太っちゃいます。そしてそこに生卵、納豆、あと海苔ですねをまぶして、お好みで私はあの塩麹とかお醤油とかね、そういったもので味付けするんですけども、ここの辺はね無添加であればお好みで良いです。でプラスやっぱりこれだけではですねバランスが悪いので、具沢山の味噌汁を必ずセットにしてください。そのことで発酵食品とお野菜、まあ、食物繊維ですよね、キノコ類とか海藻とか、たっぷりお野菜をしっかりこのセットで召し上がると、もうこれパーフェクトです。もう何もね難しいことしなくていいんですよ。
この卵かけ納豆のりご飯と具だくさんの味噌汁さえあれば、あなたの食欲が抑えることができて、しかも血糖値の急上昇を抑えてくれて腹持ちがいいわけですよね。脂肪も溜め込みにくくなるっていうのを朝しっかり作っておく。そうするとお昼夜となるときに、そんなにあなたの食欲が暴走したり脂肪を溜め込んだりしないで済みますから、ぜひこのメニュー取り入れてみてくださいね。さあいかがでしたか。あなたの食欲、そして太るもと血糖値の急上昇を抑えてくれる食物繊維とタンパク質をしっかり取りましょう。そしてプラス発酵食品を取るのがとってもおすすめです。そのことで健康的で綺麗に痩せていきましょうね。このお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンやチャンネル登録していただきますと本当に嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。